本日のにわか番ゲストはこの方、自己紹介どうぞ。はい、ドレスショップシュガー新潟アルタ店店長の渡辺美里です。はい、シュガー様、新潟ではもう有名なお店ですけれども、改めてシュガーさんってどんなお店なんですか？はい、とキャバ嬢さんのドレスと、あと結婚式のお呼ばれなどに使えるドレスを販売しております。はい、もう本当に私もお世話になっていて、すごい綺麗ゴージャスなドレスたくさんありますけれども、今まあこの秋冬トレンド何になりますか？トレンドはツイード素材とかベロア素材の結構秋冬の素材のドレスが人気ですね。うん、とってもあったかそう。また今キャバ嬢ちゃんたちが着るドレスって割とミニが多いよね。はい、そうですね、ほとんどミニドレスですね。やっぱり買っていく、ロングを買うっていうお客さんは今いないの？ロングは結構根強いファンの人が買ってかれますね。はあ、まあぜひそんなこうちょっとドレス気になる、でもどうしようかなってこう相談しながらね、ドレス選びもぜひしていただきたいので、ぜひショップに遊びに行っていただきたいと思います。さあ、そして美里さん、あなたの将来の夢は何ですか？はい、お嫁さんになることです。可愛らしいですね。まあ、その時にはなんかこう自分でデザインしたドレスを着てみたいとか、そういうのはありますね。ね、ドレスに、ね、普段から携わってると、そんななんか夢も持ってたりとかしない？はい、できれば、うん、デザインしてそれ着たいですね。うん、そんな日が来るのを楽しみにしています。シュガーさん、今年10周年を迎えたということなので、ぜひ、美里さんはアルタ店にいるということなので、ぜひドレス選びにシュガーさん遊びに行ってみてください。本日のにわか番ゲストはドレスショップシュガーアルタ店店長の渡辺美里さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。結構根強いファンの人が買ってかれますね。はあ、まあぜひそんなこうちょっとドレス気になる、でもどうしようかなってこう相談しながらね、ドレス選びもぜひしていただきたいので、ぜひショップに遊びに行っていただきたいと思います。さあ、そして美里さん、あなたの将来の夢は何ですか？はい、お嫁さんになること。はい、本日のにわか番ゲストはこの方、自己紹介どうぞ。はい、ドレスショップシュガー新潟アルタ店店長の渡辺美里です。はい、シュガー様、新潟ではもう有名なお店ですけれども、改めてシュガーさんってどんなお店なんですか？はい、とキャバ嬢さんのツイード素材とかベロア素材の結構秋冬の素材のドレスが人気ですね。うん、とってもあったかそう。また今キャバ嬢ちゃんたちが着るドレスって割とミニが多いよね。はい、そうですね、ほとんどミニドレスですね。やっぱり買っていく、ロングを買うっていうお客さんは今いないの？ロングは結構です。可愛らしいですね。まあ、その時にはなんかこう自分でデザインしたドレスを着てみたいとか、そういうのはありますね。ね、ドレスに、ね、はい、普段から携わってると、そんななんか夢も持ってったりとかしない？はい、できれば、うん、デザインしてそのドレスと、あと結婚式のお呼ばれなどに使えるドレスを販売しております。はい、もう本当に私もお世話になっていて、すごい綺麗ゴージャスなドレスたくさんありますけれども、今まあこの秋冬トレンド何になりますか？トレンドはつい